たくさんの皆さんにお集まりをいただいたり足を止めていただき本当にありがとうございます。民進党幹事長の枝野幸男です。本当にあの皆さんのおかげで高知後前歯雄一ぐんぐん伸びてきまして、もうあと一歩です。あと一歩皆さんの力で押し上げていただきたい。そして前歯さんにしっかりとこれからも国会の中で仕事をしてもらいたい、その力を貸していただきたいということで、私もこうして横浜駅やってまいりました。憲法から語らないといけないような振りをされましたので憲法から語りたいと思います。もう70年も経ってるんだからちょっとぐらい変えてもいいんじゃないかという人もいるかもしれません。特に自衛隊の皆さん、その先ほどの松野さんの熊本の災害でも頑張っていただいたし、東日本大震災の時は私官房長官でしたが、自衛隊員の約半分東北地方入っていただいて本当に頑張っていただきました。まあ、だから憲法に位置づけてもいいんじゃないのとか思ってらっしゃる方もいるかもしれません。私たちも一切手を触れちゃいかんなんていう硬直的なことは全く考えてない。今の平和主義、あるいは基本的人権の尊重、そして国民主権、この基本原則に基づいて今の憲法を前提にちょっとどっか良くするところあるかなという話ならばいくらでもやりようあるんです。しかし皆さん、今自民党が出している憲法改正の提案どういうものだかご存知でしょうか。いつものように安倍さんは経済経済を語りながら、でも自民党の公約、天山さん登場です。3年前の参議院選挙では特定秘密保護法、おととしの総選挙では集団的自衛権安保法制、選挙では語らずに公約の最後の方に小さく書いてあったことを選挙で勝ったら国民に認められたと言ってご利用しました。今度も憲法改正書いてあるんです。そして提案している改正の中身、憲法9条、自衛隊をどうこうしましょう、領土領海守るのにどうこうしましょうという話じゃないんです。自民党の提案は自衛隊を軍隊に、国防軍にして、地球の裏側だろうとどこだろうと自由に出かけていって戦争ができる、そういう中身を提案してるんでしょ。皆さん、これ選挙勝ったら認められたって進めますよ。本当にそんなこと期待してる人いらっしゃるんでしょうか。あるいは基本的人権、表現の自由、報道の自由、職業選択の自由、どんな宗教を信じるか信教の自由、いろんな自由があります。ただでさえ最近報道表現の自由が危ない。これこそまさに前山さん現場の仕事をしてきて大変な猶予をし、私もちょっと愕然として本当かなと思って調べてみたんですけど、昨日の夜の某公共放送のニュース、メインのニュースで、この山場なのに参議院選挙のニュースをやってない。まさにどこかの意向を忖度して選挙盛り上がらない方が得だから、こういう感じなんじゃないかなと疑いたくなる。言うまでもなくこの4月から政府の批判的なことを言う、そういうキャスターやあるいは司会者、どんどんコメンテーター画面からいなくなってますよね。今の憲法があったってこんな状況なんです。そうなんだ。これを憲法を変えようとしている自民党の草案は、こうした基本的人権を一時の権力で制約できるようにしようと、そんな中身が提案されてるんですよ。さらには国民主権だって、緊急事態条項、東日本大震災とかああいうことがあった時のためにとか言ってます。私自身あの時の官房長官でした。法律が、憲法が足かせになってできなかったことはありません。そうだ、情報がちゃんと入ってこない、情報がちゃんと伝達できない、そういう実務のオペレーションの問題です。そうだ、にもかかわらず緊急事態、それで本当に災害対応するならともかく、政府が緊急事態だと宣言したら国会も何も関係なしに勝手に内閣だけで法律を作れちゃう、まさにナチスの手法なんです。こういうものを堂々と提案しておいて、公約には小さく書いて、そして選挙では語らない、こんなところに3分の2与えてしまったら国民の信託受けた、
しまう、そのことをぜひ多くの皆さんに知っていただきたいです。そうだよく、いやでも最後は国民投票があるからそこで止めればという人います。でも皆さん、イギリスの国民投票、 EU 離脱の国民投票、大きなニュースになってなりましたから、ご存知の方多いと思います。国論を二分するような国民投票をすると、投票が終わっても中大混乱なんです。そうだ、今この国にそんなことをやってる余裕はあるんですか。ない。憲法を変えて高齢者の皆さんの老後の安心高まるんですか。憲法を変えて少子化に歯止めかかるんですか。憲法をいじって景気良くなるんですか。ならない。やらなきゃならないのこっちじゃないですか。そうだ、だから変えたくても変えられない、そちらにエネルギーを注ぎたくても注げないように3分の2を阻止しなきゃいけない。 そしてしっかりと経済や老後や子育てをしっかりとやっていける、そういう政治で居続けなければいけない。 そのことをぜひ皆さんに知っていただきたいし、そのための力を与えていただきたいです。了解。こういうことを言うとですね、周辺諸国の脅威がとかって言い出すんですよ。だから集団的自衛権やったんだ、だから憲法なんだとか言う人がいるんですよ。ちょっと待ってください。いいですか、去年安倍さんが強行した集団的自衛権、安保法制、11本の法律を束にして国会出して強行しました。全部読みました。一行たりとも領土や領海を守る規定なんか置いてないんですよ。そうだ、尖閣諸島が心配だとか北朝鮮のミサイルが心配だとか、そうやって煽ってなんか必要なのかなと思わせておいて、作った法律はそれに備える中身なんか一行たりとも書いていない。全て自衛隊の皆さんに海外に出て行っていただいて海外で活動する、しかも今までできなかった戦闘行為に加わることになるかもしれない、そんな中身を強行してるんです。私は本当に領土領海を守るなら逆なんだと思うんです。つまり東日本大震災の時に、先ほど自衛隊の半分ぐらいの皆さんに東北入っていただいたと言いました。決して自衛隊員人が余ってるわけじゃないんです。防衛予算あり余るほどお金があるわけじゃないんです。本当に日本の周辺が緊迫してるならば、領土領海を守るために自衛隊の皆さん徹底していただかなきゃいけないじゃないですか。そうだ、それなのに外国出てる、やってることと言ってること逆でしょ。そうだ、しかも私たちはこれに対案があります。尖閣諸島を守る守る守ると言ってるけど、海上保安庁と海上自衛隊で守ってるんですが、この両者の役割分担みたいなものはちゃんと法律で整備されてないんです。だから私たちは領土領海を守るのはこっちが先だろう、堂々たる対案を出してるんです。しかしそういったものは一個なりもしない。なぜか安倍さんのやりたい、おじいちゃんがやりようとしてできなかった憲法、その話につながらないからです。おじいちゃんのやれなかったことを孫が成し遂げてあげるというのは普通のご家庭の中だったら美談ですよ。だけど最高権力者だと自分で言ってる人がそんなことにエネルギー使っておらせて困るじゃないですか。そのためにはなんとかこの神奈川でしっかりとそれに歯止めをかけていく私たち、なおかつ同時にちゃんと領土領海を守る、そうしたことをしっかりと積み上げてやっていく民進党に真山雄一さんに力を貸していただきたい、お願いをする次第であります。頑張れ。もう一つ経済のことも語らせてください。口を開けば安倍さんは4年前に戻すのか、4年前がいかにも暗黒の時代だったかのようなお話をされます。それはもちろん当時の民主党政権の一員として至らなかった点たくさんある、それを反省して新たに民進党として出直しているんです。でも経済について言われる筋合いはない。なぜならばあの時代の方が良かったんですから。そうだ、安倍さんに悪い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 と言われ続けて、なんとなくそんな気になってる人いるかもしれません。でもまず働く皆さんのお給料、見かけ上ちょっと上がってる人もいるかもしれません。でも例えば仮にお給料が2倍になっても物価が10倍になったら困りますよね。どうだ、物価が上がるスピードと
賃金が上がるスピードをそれで比較しなきゃ意味がないです。逆にお給料 5% しか上がらなくたって物価が横ばいならその方がよっぽどいいですよね。だから実質賃金、物価との関係で賃金見なきゃいけないんです。見かけ上の数字は上がっていても安倍内閣になって働く皆さんの一人当たりの実質賃金は5ポイント 5% も下がったんです。実は第一次安倍内閣、麻生内閣、あの時代もガタガタガタと下がったんです。また安倍内閣になってガタガタガタと下がったんです。我々の時は東日本大震災で経済大変だった。だけどちゃんと横ばい維持してたんです。経済はどの切り口取るかでいい数字も悪い数字もいろいろ出てきますよ。安倍さん繰り返し都合のいいところだけ取り出す。じゃあ総合成績皆さん何ですか。経済の GDP 聞いたことありますよね。国内総生産、まさに日本の経済活動を全部足し算してそれを数字にしたものが GDP です。これが伸びてるときは景気がいい、これが伸びなければ景気が悪い、まさにこれこそ常識じゃないですか。この GDP の数字は安倍さんがボロカスに言っている民主党政権の3年3ヶ月平均値で年率 1.7% の経済成長です。威張れる数字だとは思いません。しかしじゃあボロクソに言ってる安倍内閣もう3年半ですから、同じ期間以上過ぎました。道半ばと言ってるけどまさに道半ば以下です。なぜならこの3年半の経済成長率は年率で 0.8、 半分以下、道半ばですがないんです。だから多くの皆さんが株が上がって景気いいはずなのになとか、だけど俺は実感ないな、多くの皆さんがそう答えになってその実感は正しいんです。なぜそうなったか、まさにそれこそ、これは安倍さんがいつも口にする対案がない対案がない。ちょっと今日愕然としたんですが、一番まともな報道してると思ってる東京新聞が民進党経済対案がないとかってちゃんと読んでちゃんと調べて、少なくとも報道とか有識者の人はと思います。まさに私たちは人への投資、普通の人が豊かになる、そこに限られた財源回していきますということをしっかりと打ち出しています。老後の安心、高齢者の皆さんが増えてるんですから、高齢者の皆さんに財布の紐を緩めてもらわなきゃ物を売れるようになりません。景気良くなりません。なぜ高齢者の皆さん財布の紐を固く閉ざしてるんですか。それは医療や介護、将来の不安が大きいからでしょ。万が一寝たきになった時に介護のサービス足りないからでしょ。せめてお金少しでも取っとかないと。だから私たちは具体的に提案している介護の現場で働く人たちの処遇改善、これを進めることは経済を元気にすることなんですよ。皆さんからお預かりしている年金の積立金、ただでさえ年金の将来不安だという中で安全確実に運用しなきゃいけないのに、自分たちが株を上げたっていう実績作るために安倍内閣は今までの2倍も株に投資して、去年1年間だけでも5兆円の大損、今年に入ってからさらに下がってるんですから、こんな危ない年金の使い方はやめさせていく、これだって経済につながるんですよ。もう一つ、少子化の社会です。経済のためにお子さん生まれてくるわけじゃないし、国が旗振って梅を増やせよと、70数年前そんな時代がありました。それは間違っています。しかし人口が減って子供が減ってるから、お客さんの数が減ってるんですから景気悪いんです。海育てたいと希望する人たちがその希望を実現できる、そのことで結果的に人口減少に歯止めをかけるということは、お客さんの数が減るのを止めるんですから、まさにそれによって消費は伸びるんですよ。そうだ。そして安定的な雇用です。年収100万150万、不安定な非正規雇用、平成に入ってからで約2倍に膨らんだんです。年収100万の人は100万しか買い物できないんです。150万の人は150万しか買い物できないんです。この人たちを安定的な雇用にして、例えば年収100万の人が300万円になれば、増えた200万は消費に回るんですよ。だから自分は正社員だ、自分の周りはみんな正社員だ、非正規の人かわいそうだけどと人事じゃないんです。非正規の人が増えていけば物が売れなくなって、結局経済全体が沈むんです。だから正社員に戻していく、
労働法の改善を私たちは提案してるんです。いいぞ。これらこそがまさに堂々たるアベノミクスの対案なんです。そして実績として安倍内閣よりも民主党政権の時の方が GDP の成長率は2倍良かったんです。ぜひ先入観とレッテル貼りに誤魔化されないでいただきたいんです。皆さんの暮らしを少子高齢化人口減少社会の中で経済を持続的に回していくためにはカンフル剤や痛み止めみたいな株価対策ではダメなんです。しっかりと暮らしを下支えして押し上げていく、そのことを私たちは自信を持って訴えているんです。ぜひこれを前に進めさせてください。前は雄一さん、本当に皆さんのおかげでここまで伸びてきて、でもまだ届いてないです。選挙はいい勝負したね、頑張ったねじゃ意味がありません。一票でも勝たせていただかなきゃいけません。前は雄一さん、先ほど申し上げました、今報道の自由が危ない、心配だと言われている、そんな中でまさに報道の現場、どういう形でどういうからくりで無言の圧力がかかるのか、それにどう抗っていけばいいのか、そういうことが一番よく分かっています。そして私、前山さんのすごいところはまさに安倍総理と対極にあると思ってまして、上から目線の反対語は何て言ったらいいんでしょう。まさに気さくに気軽に多くの皆さんと話をし、耳を傾け、そして同じ目線で感じられる。今この国の政治に足りないのはこれだ。上から目線の政治ばかりになっている。しっかりと普通の人の暮らしを同じ目線で見て耳を傾ける。そしてそれを分かりやすく国会に伝えていく。まさに前は雄一さんが報道の世界にいる時から一貫して続けてきている姿勢です。今こそこの力が必要なんです。ぜひとも皆さんの最後のもうあと一押しを前は雄一にお寄せをいただいて、普通の暮らしの声がしっかり届く国会へと一緒に作っていこう。